というわけで、まず It's so easy をかけたわけだけど、ガスの兄貴ね、本物のライブだったでしょう。すげえね、これすげえね、もっといろいろあるわけだろうね。そうだよ、期待しててね。ところでさ、キャプテン、さっきマスターが言ってたみたいに、ガンズ&ローゼズはちょうど1年ぐらい前にレコードデビューしたわけだけど、初めて彼らを聞いた時はどんな感じだった？やっぱりね、僕ははっきり言ってガンズを聞いてね、思ったのはやっぱりこの、なんていうんですかね、やっぱり僕が今まで愛してきたハードロックとかヘビーメタルをね、改めてこう、何だったんだろうと、ハードロックとかヘビーメタルは一体何なんだろうというふうに考えさせてくれたバンドだというふうに言えると思うんだよね。深いな。だからね、このガンズ・ローゼズは今1年経って、ほらナンバーワンも取ったし、すごいバンドとして成長しつつあるよね。ところがさ、あのバンドの持ってるこのデンジャラスな部分、なんかヤバいなっていう部分ってあるじゃない。だからそれがね、どこまで続いていくんだろうかというところが非常に僕はね、興味深いところなんですよ。あのさ、デビューの時にさ、彼らがさ、自分たちでほら自分たちのアルバムを表したものってなったでしょ、あの中で非常にその面白いことをたくさん言ってたよね。だけどさ、彼らデンジャラスな部分っていうのはさ、常にやっぱり雰囲気的に持ってるんだけども、だけどさ、僕はほらスラッチしか会ったことないけどね、なんか根はすごいさ、真面目っていうかさ、素直なんだよね。まあ見かけとはちょっと実は違っていると。そうだからね、やっぱり人間ってさ、そういう時代あるじゃない、なんか関所みたいなところあってさ、自分がそこなんかひねって通りたいみたいなさ、 あるね、若い頃は特にね、だからね、キャプテンがさっき言った5年後はどうかなっつったってね、なんか逆にスタイルを変えて出てきちゃってる場合ってのはあるよ。僕ね、LA ガンズってバンドはね、5年後なんか見えるような気がするんですよ。なんか変わらないことやってるそうだなっていうね。実際にライブ見てもトレシー・ガンズがね、あれだけほら、割とジミヘンのフレーズとかブルース・フレーズとかいろいろやってくれましたよね。ガンズってね、なんか勢いでいきそうな気がするんだけど、なんか見えないんですよね、僕の場合ね。確かに曲はいいですよ、それははっきり言える。ところでさ、彼らってステージでは随分いろんな人たちの曲カバーしてるみたいだけど、曲の選び方なんかで面白いところってあるかな？まあレコードで言えばね、12インチで出てるけれど、やっぱり ACDC これやるのは分かるよね、すごく分かるんですよ。 ACDC オールタロジー、これは分かる。でボブ・ディランやってるよね、ボブ・ディランのノッキーのヘルズドア、多分ね、僕ガンズはね、ボブ・ディラン聴いてコピーしたんじゃなくて、あれエリック・クラプトン聴いてコピーしたっていうか、カバーしたんじゃないかなって気がするね。あれね、僕はあれはね、これもなんか話なんだけどさ、たまたまね、スラッシュかなんかがリハーサルやってる時にね、あのコード弾いたらしいんだよ、コードを弾いて、それでたまたままあボーカルがね、それにこの歌詞をつけて歌ったんだって。そしたら、そしたらみんな酔っ払ってたらしくていいじゃんってことになってやったらしいんだよね。そういう話もあるね。マサさん、マサさんはさ、向こうであの彼らに会ったりコンサートを見たりこうしとったはずだったよね。そうそうそう、去年の11月くらいだったんだけど、ナッシュビルですかね、テネシー州、あの辺でちょっくら行ってきたんだけど、さっきマスターも言ってたけど、本当に普通の、案外普通の人じゃないかって言ってたよね。うん、で全体的に言うと、まあ普通の人かどうかっていうと、やっぱり俺は先入観があったから怖えなと思って、なぜかっていうとさ、いきなり入ってきて、やっぱりさ、ダブルアクセルローズは神経質そうにさ、うろ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 ビルのこうなんかグラス持って歩くわけ、うろ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 、あ怖いなと。そのうちにイギーだっけ、イギーか、あいつが飛んできて、体育館だから、こういうロープがあってこうあるじゃない、あれにぶら下がってターザンの真似すんだ、あーってビールを持ってね、確かに子供の時にやってみたいなことやってる。そうで来るわけよ、でそのうちにスラッシュがフラフラフラっと入ってきて、バタッと倒れることその辺で、で酔っ払ってるわけよ。で俺はもう先入観として、あやばいなと、あんまりここにいるのよくないなと思って、あんまりよくないと、もうお友達とでもやっぱりやばいなと思って、ちょっと離れた。で、そのうちそのレコード会社の人も、伊藤さん今日はインタビューできないそうなんでご機嫌悪くて、なんでちょっと待って待ってなと話してるうちに、そのうちにね、気が変わるわけよ、アクセルズって。いいんじゃない、いいんじゃないやってもみたいな感じ で実際インタビューこうやって始めてみると、真面目なわけ、異常にキレるわけよ。でこっちはどうせ何だろうと思って軽い気持ちで取材するわけよ、今日のライブどうだったみたいな軽い質問すると、急になんかグッズね、今日はママかな、
眉間にシワ寄ってるわけだ。天地しげるだよ。なるほどね。おいで。ですかそれは。すごい分析が鋭いわけ。うん、でエアロスミスとか AC/DC とさっきまあボブディランの話も出てカバーバージョンいろいろやってるねって話になったら基本的に俺はもう。怖いからよいしょというつもりじゃないけどやっぱ ACDC、エアロスミス、そしてガンズとね時代がこう流れていくねったら思わずそう言ってほしかったんだとそういう意識あるみたいね。なるほどな。そういうものを狙ってる。だからあの彼は敬虔なクリスチャンのまあ家庭に育ってそれがある時にその反逆に出てねあの家を出たと。それがやっぱり未だにあるわけ。ところが彼の心の中にあのガンズのメンバーと一緒にツアーしてる時にふと子供の頃の両親がフィードバックするわけよ。なるほど。悪いことやってってもこんなことやってちゃいけないんじゃないかみたいな、うん、そうするとメンバーと揉めちゃうわけよ。あなるほどね。ちょっともうちょっとやっぱりなんとかしようじゃないかって言うとみんなじゃあ何言ってんのお前出てけいい子ちゃんぶるなよと出てけって、ね、いなくなったりとか。だからそういうね。なるほどね。だってスラッシュなんてねお母さんがちゃんとデザイナーでねそうすごく有名なデザイナーだったりとか、うんうん、そんなにもともと悪い子じゃないわけね。だからなんかある種のなんか本当にそのなんかこうひねくれてわざとひねくれてる部分と、うん、そしてやっぱり聞かざる必要はないっていうかね、うん、自分の思ったことはっきりいやいいじゃんみたいな、うん、そういう部分ってあると思う。だから確かにね近寄りがたい雰囲気ある怖くて、うん、ただ実際に本当に腹割って話してみるとこういうやつらこそ本当にいいやつなんじゃないかという感じがする ね、うん、なるほどね。ただライブはね演奏は悪いけど下手だったよ俺見た頃は。ただなんかこう妖術的っていうかね、うん、吸い込まれていく魔術のようなものがあってこうなんかこうホゲーって見てるのは下手だなと思って2曲目3曲目だと姿勢がこう正しくなってこうあとおお何ってこう、ま、こうなんかこう入っていくような感じで引きつけられちゃうね。そういうライブだったね。なあなあマスターこの連中はこの酒を浴びるほど飲んだりとかいろいろそっちの方もすごいって話じゃがこのやっぱその通りなのか。まあ結構すごいんじゃないの。浴びるほどっていうかねなんで酒の話になると僕に聞くんだよ、ねね、それは俺らじゃ分かんないもんな。そんなことないじゃない。だけどね僕ほらスラッシュに会った時ねやっぱりいつもねジャック・ダニエルのボトルをね持ちっぱなし。中が紅茶ってことはないでしょうね。紅茶ってことない。だって僕一緒に飲んだんだもん。あら、うん、それでねよくほらガムテープをさ瓶に巻いてるじゃん。巻いてる ね、うん、ねあれ何のためだか知ってる。割れないように、うん、そうそれとやっぱり割れて怪我しないようになる。そう、そうだね、こう落っことして割ったりするとほら散るでしょ。ガラスが散らないようにもったいないんじゃない割れると。そうだよね、割れるともったいないから最後の一滴まで飲もうって言うんじゃないの、うん、でもさ割れてもガラスが散らないっていうのも一つでしょ、ね、それとやっぱりね手で持ってね滑らないためだって、うん、すごいね。よくボクシングの試合でほらねほら言いますね あれセコンドがねこうどうぞね、うん、あれもなんかくるくるくる巻いてるみたいなね、あれと同じぐらいですね。そうそうそう、あれもだからさ危険防止のためじゃない。すごいよ。だってさジャック・デニエルのボトルにさバンデージみたいなの巻いてるの見たことないよね。俺はすごいわ。一気飲みやるわけでしょガッと。ダメだダメだ。マスター教えちゃう。日本のバンドやっちゃうよこれ。まずいし。まずいな。まずいし。ね。ジャック・ダニエルだからね。でもまったりした味だもんね。S のつくバンドとかなんとかってね。危ねえな。なんか。危ない。うん危ない危ない。ないでもやっぱりね実際ねやっぱり相当飲む。でね僕もほらお酒嫌いな方じゃないじゃない。うんとっても強い方じゃない、うん、どっちかというと、うんうんうん、でやっぱりね僕もねおいっつってね僕に1本くれるんだよ。ああ飲めっつってね。そう飲めっ、口開けを1本くれた。でその1本ぐらいねこうやってガーッとねインタビューしてる間にねこうなくなるまで返してくんない。強烈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 びっくりしちゃった。今1本飲まないと取材で返してくんないのかな。いやそういうのってあるよ。怖い、ね、それはとてもじゃないけど取材いけないだからねなぜね1本渡すか1本ラッパー飲み、うん、その人が口つけたやつはその人が全部飲める。なるほどね、うん、すごいな。わしは会いたいな。あーもうゴミの巣さん出た出た出た。もう熱くなっちゃったじゃない。石曜日に今度バンデージ巻いて弱っちゃったな。やった方がいいんじゃない、うん、僕なんかインタビューできないよ。いやねマスターそろそろ最後の時間だけど今日はこれもガンズ&ローズで行っちゃっていいでしょ。まあ、ってなしょうがねえだろう ね、うん、じゃあやっぱりこれしかないよね。何の曲だよ。ノリノリのこの曲で決まりさ。